こんにちは、福岡市埋蔵文化財センターです。今回のみんなで埋文動画、埋文センター南小島シリーズ第2回目として、博物館学芸員実習を紹介いたします。実習は学芸員の実務や博物館の運営を体験し、学芸員としての心構えを養成することを目的としています。福岡市埋蔵文化財センターでは、毎年8月に福岡県近隣の大学から学生さんを受け入れ、学芸員実習を行っています。今年度は佐賀、筑紫女学園、福岡の3つの大学から7名の実習生を受け入れました。実習生たちには2週間かけて出土品の修復や保管の手法、出土品を活用した教育普及といった埋蔵文化財センターの普段の業務について学んでいただきます。この他に、当センターの学芸員実習の大きな特色といえるのが、実習生が一から考える企画展示です。今年度のテーマは鷹取焼。実習生たちは発掘調査で出土した鷹取焼の日常雑器としての魅力を地域の方々に伝えたいという展示の目的を決めました。その後、各自の伝えたいことを伝えるためにはどうしたらよいのか、勉強を重ね、お互いに議論しながら熱心に展示の準備に取り組んでいました。実習も終わりに近づき、いよいよ展示作業を行うために文化センター鷹取へ出発です。まず、実習生力作の解説パネルをフレームにセッティングして展示ケースの上に設置します。それが終わったら、持参した展示資料をケースの中に並べていきます。展示ケースの中の全体のバランスを見ながら、キャプションなどの配置も工夫します。こう、これはなんかさ、こっちは開いてるのか、ちょっとこれもうちょっと前出していいと思う。やっと完成です。現在、地下鉄藤崎駅近くのサニー鷹取店2階にある文化センター鷹取で公開しております。お近くにお越しの際は、実習生の力作をぜひご覧ください。ご説明いたしました。展示する場所は鷹取文化センターで、展示内容が鷹取焼についてというものだったので、この見た目だとちょっとさすがになんかカビに見えちゃうのかなと思いまして、後ろの方にちょっとおちょこの方を付け足したりとか。展示って何でしょう。なんかというと、すごい忙しくて走り回ってやるべきことをすごい急ピッチでこなしたのが、やっぱり忙しくて大変だったんですけど、充実してて楽しかったなと思います。やっぱり僕が注目してもらいたいところは、展示物の置き方なんですけど、研修実習中に思ったのは、やっぱり置き方にも置いた博物館の学芸員さんの気持ちというものが分かるので、どういう意図があって展示物が置かれているのかっていうのをみんなに注目してもらいたいです。ありがとうございます。実習生の皆さんが真摯に実習に取り組む姿を見て、私たち埋蔵文化財センターの職員も学ぶところの多い充実した実習となりました。実習生の皆さん、本当にお疲れ様でした。